皆さんこんにちは。じゃあ今回キングが、ブレイキングダウン初勝利、公式的にはね初勝利ということで、無事に勝てたっていう報告をちょっとしたいなということなんですけど、まあ、緊張した？そうですね、めちゃくちゃ緊張しましたね。正直1ラウンド目はもう体ガチガチで全然もうパンチも打てずという感じで。強かった？強かったですね、まあ、投げられることなんかあんまりないんですけど、もう投げられたんでうわーっとびっくりして、まあ、すぐガードポジション入ったんですけど、まあ、やっぱその対応とかもできたのもやっぱりその名古屋で教えていただいた練習であったりとか、その東京でやっぱりその練習もさせていただいてたんで、やっぱりまず支えてくれた人たちっていうか、そのやっぱりスポンサーとか協賛していただいた方にはまずちょっと感謝の気持ちを込めてありがとうございました。まあ、そこがなかったらな、まず戦えてないしな、はい、で俺はこっちもすごいなと思うのは、歌詞にも言ったけど、まあ、言ってももう格闘技経験だからないっすよ。そうやな、うん、言うたら野球選手で、ほんまにもうこのフレーム2メーター3センチと100キロっていう、まあ元々持ってるようなもので、ほんまにこう自分に腕っぷしに自信があったと思うね、うん、でお前ほんまかよってできんのかよって、まあ、見た目ヒョロっぽく見えるし、うん、そうやな、うん、まあそれでまあいろんな場所でこう練習させてもらったといえども、まだまだ多分素人やん、うん、まあ、それでやっぱキングが勝ててんのは、あの、まあ、結果残せてんのは、俺はそれは素直にすごいなと思うし、これからがすごい楽しみ。間違いないよ、うん、俺らからしたらキングってそのイメージが何もないから、うん、ほんまにいけんかいと思ってたけど、うん、まあ前のさ、オーディションでの試合って良くも悪くももう綺麗に決まりすぎたやん。そうですね、うん、だから正直みんなが参考になれへんかったと思うね、うん、でも今回でも1分、まあ、1分まあ2ラウンドやっただけやけど、まあ延長もいい意味でさせてもらって、はい、まあこの、なんていうの、状況も分かったと思うねん、はい、どうなん、しんどかった？まあしんどかったっていうよりもう早く終わってくれって感じでしたね。最初全然緊張してなかったやん。ああ、そうやな、最初はもう全くでしたね。全く、まあ少しだけ緊張してたんですけど、そんなもガチガチになるとは思ってなかったんで、でもやっぱリング入って相手がこう入場してきた時にうわやらなあかんのかみたいな感じになって、ちょっとなんか緊張しましたね。でもマーキー、まああえてこの場所でマーキーイザヤって呼ぶけど、マーキーイザヤはでもやっぱ爆発を踏んでるわ。そうやな、やっぱキワキワではうまかったと思う、経験の差はやっぱ出てましたね。あれほんまに3分1ラウンドとかそういう風に5分1ラウンドとかやったら、ほんまにこう何あれどこやねしたっけ、カーフ、カーフ、はい、カーフもちょっとだいぶ効いたやろ。一発効きましたね。そんな言うたら試合前だからキングもやってないから、そんなも言うたら食らうの初めてやんの。そうですね、ガチでカーフ蹴られたの初めてですね。カーフキック来るやろうっていうのはね、それこそ名古屋の先輩にも言われてた、はい、対策もしてたけど、やっぱりこういざ本番になってこの距離感とかこう対峙してみると、でもやろうと思ったことできへんし、いろんな人がこうなんであの時こうせへんかってん、あの時ああせへんかってんって言うけど、そんなな、あれこれ簡単にできるもんでもないもんな、はい、向こうも全力やからね。いや、それはそれで、まあでも、さすがよ、 30KO とかしてるような選手ですからね。そうそうそう、戦力がすごいね。でもまあ今、課題もいっぱい見てきたな。そうですね、もうやらなあかんことがもう見えたんで、もうこれからはもう練習頑張ろうかなっていうふうにさらに気合は入りましたね。でも良かったところも多かった。あのブレイキングダウンのルールって、あの顔面への膝なしなんですよ。でキングって身長高いし絶対相手の方が低いから、向こう頭下げても膝を打てない、キングは。ってなったら、僕やっぱアッパー気味に下からつくしかない、顔面こうは入れへんから、はいはいはい、うん、ないけど、そこはちょっとでも次試合するとしたら、ちょっと運営と特別ルールみたいな感じでなんか交渉してみたら。そうですね、うん、やっぱ膝が、顔面の膝がやっぱ醍醐味やん、キング。そうやな、顔面の膝なかったらもうタックルされ放題なんで、まあ、まあまあ頭下げる、テイクダウンディフェンスも課題なんですけど、まあ、やっぱ膝割りにしてもらえるようにちょっと言いたいですね。だからその前蹴りを逆にいいのバチョーンって決まってたけど、あれより中に入られたら、もうキングからしたらもう潜られたらこれしかないから。そうやな、うん、まあまあみんな同じルールなんですけど、ちょっとなんかこう膝、顔面の膝、あの立ちでの顔面の膝はちょっと見たいな。そうですね、ちょっとやってみたいですね。なんかあの、なんあれ、あの膝のなんか、そうですね、サポーターっていうかパッドみたいな、つけてない選手おったぞ。おっとおっと、いやなんか多分両選手が
氷の上やったら多分お互い外してもいいんですけど、その話全く聞かされてなかったんで、次からもうパッドなしでやりたいですね。しかもなんかマイク買ってマイクよこせみたいな感じで怒ってたからねこいつなんかもうベテランかのように、おいマイクはマイクはとかやってんねや、俺もこいつやばいと思ってキング早降りてこいとか言ってなんか喋ろうと思ってた。いやちょっと買ったらやっぱみんな喋るじゃないですか、それちょっと憧れあったんで。あ、そうだね。やっぱスポーツ選手やわ、俺らよりもスポーツ終わった後でもまたやっぱすぐ試合したいとか、俺やっぱやらされてる感的なあったから、キングはその辺はもうスポーツ選手。いやすごいよな、だってそんだけ緊張もして殴られるかもしれないのにな、体つきとかもうえぐいもん。すごい、みんな何か塩試合とかって言うてるやつおったけど、いやヘビー級でそんな経験ないのにここできるのは、俺はほんま素直に仲間やからとかじゃなくて素直にすごいと思います。すごいな、うん、ほんまに勝ち切ったっていうのがね、うん、うん、すごいと思う。で今回ほんま何よりガードマンね、あいつはもういつも動画の中で適当やしなあ、あれやけどほんまにああやって来てくれてな、うん、そうですね、ほんまに当たり前じゃないから、はい、これは、うん、ほんまに俺はあいつらにマジで感謝してる。感謝します、ね、いつも感謝してるけど。感謝ですね、うん、ああやって盛り上げるためにキングの前行ってくれたりとか、うん、やっぱなキングっていう人間に対して盛り上がってるのはガードマンの力も絶対あるから、う、ね、うん、まあちょっとあいつらあれあいつらでちょっとほんまにありがたいですわね、うん、あのあとどこ消えたかしら、あいつらも帰ったと思う、あのあとすぐ、あのためだけに来てくれてるから。そうやな。めちゃめちゃ言われてたな、お前。めちゃ言われました。最後、ガードマンに。はい、なあ、あれ、まぐれって言われた。でも、スポンサーの人らもね、ほんまに、ね、Z リーさんもそうやし、うん、年を合わせるときのせか、はい、未来君もそうやし、うん、なんかいろんなスポンサーの、ね、人らがほんまにこう応援してくれてるし、いろんな声もキングにかけてくれてるから、それもキングが格闘技に集中できる環境を作ってくれてるのはスポンサーの人らやつ。そうですね、間違いないです、うん、だからそういう人らに対してもキング当たり前にならんと、はい、こんなん言っても幻やから、今のこれあの何年かしたらみんな忘れてるからさ、やっぱこれ忘れられへんようにキングは練習して、ここから巻き居酒屋から見てもキングと戦ってよかったなって思えるように、キングはこれから頑張って成績を残していけるようにさ。はい、そうやね。あの人いい人やな。めっちゃいい人っすね。もう始まる前から分かってよ俺らは。なあ、そうっすね、言うてたよこいつも。あれ絶対いい人やです。ほんま優しそうでしょ。ですね。でも今回俺が負けたから炊き出し行きますって言ってたよ。いや確かに。何歳なんやろ。30って言ってたんですかね。俺より下なん。そう、俺めっちゃ超えたことしてるけど。なかなかでもほんまにいい経験させてもらって、でもキングはやっぱりこういろんなもっともっと練習しながらかも。そうですね、練習量全く足りてないっていうか、練習でやったことが全くできなかったんで、しゃあないで嬉しいっていうよりやっぱ悔しい気持ちの方がでかいっすね。顔面の上げとかいいじゃんみたいな感じで言ってたの聞いて、まあ、普通になんていうんですかね、出せたんでそれは良かったかな。前蹴りが普通顔面当たるやん。誰が前蹴りが顔面当たんねん。それはキングの長所、キングにしかない長所。そうやな。でこれからはどんな感じなん。まあとりあえず練習しまくって、今年はなんていうんですかね、爆発を踏みたいですね。やっぱり経験が全然足りてないんで、練習して試合出てっていうのを繰り返したいですね。まあとにかくやるっていうのはちょっとやめてほしいな。とにかくブレイキングダウン出続けるとか出まくるっていうのはちょっと良くない。あ、そうですね。やっぱり俺もキングに話してんねんけど、やっぱエドプロキングってもうやっぱ普通の選手じゃない、うん、フレームがもう普通とは違うし、違うちゃんとすごい大事にしていかなあかんと思うね。大人がいろんなこのカードを見たいとか、すぐにこれここをやらしたいとか、いろんな大人は思うかもしれないけど、そんな簡単にその大人の事情にまだ22歳やし巻き込まれていくべきじゃないと思うから、よく考えてキング、はい、よく俺らとみんなで喋り合って、はい、あここでやろうかとか、こう自分のためになるんやったら全然いいと思うけど、なんか国内のキングも言うてたやん、なんかその格闘技のやつ出てとかだらしたけど、はい、まあ、海外でもいいと思うねん、はい、とりあえず爆発踏んで、なんていうの、まあ、練習でもそういう限りなく試合に近い環境で練習できたらいいよな。あ、そうですね。大きすぎるから相手がおらんし、その相手強かってもこいつじゃあスイッチでって思いっきりはいかれへんやん、うん、
だからやっぱ中途半端な動きになるし距離も、そのなキングより低い階級の人ら強い人いっぱいおるけど掛け顔もさせられへんから、それはそうだ、ヘビー級でなんかほんまにガチでなバッチバチ出来合える環境っていうのはほんま多分海外とかしかないかもしれんから、たまにそういう場所人につなげてもらって1ヶ月2ヶ月とかこう練習行くとかっていうのはいいかもからな、はい、もうでももう声めっちゃかけられてるから、いやすごいな、あれもまあまあやっぱ強いな、ベルサイユ、あ強かったですね、うん、喋ったん、いや喋ってないです、あ喋ってない、会場でも、はい、そうですね、やたらキングとやりたい言うてるやん、そうですね、いずれできたらいいかなっていうのは、あのあれもあれで、あの人もあの人でこう頑張って勝ち進んでもらってな、そうですね、キングも勝ってどっか出てきたら、ノッコンはせやけどあいつさすがやな、強いな、いや俺正直どうかなと思っとって、俺ノッコンの試合だけ見てとりあえず出たんですよ、はいはいはい、いやちょっと正直どう言っても向こう K-1 チャンピオンやし、でオープンフィンガーやからこう間から入れてきたりとかするんかなって思ってんけど、ノッコン強いな、強かったですね、あいつさすがやわ、あのモチベーションとか、あらすごい、調子乗ってると思うわ、でもあいつはまたもう調子乗っておい誰誰やろうやとかってで謙虚ぶってるけど心の中では誰でもしばけると思ってますから、はいはいはい、あいつは思ってるから、あの体格すごいからな、やれであんだけ動けんねんから、なあだいぶややこしいぞ、あれにやろうって言われたん、いやもう次の次の次の次ぐらいでやろうって言われた、いやあいつとやらさん、いやいやノッコンとやるんやったらお互い体重合わせなあかんわ、だって50キロちゃうから、あのパンチ重たそうやもん、重たいって、だってさこれもなんか違う動画でも言ったけど他の選手5キロ10キロで体重合わせろやって言うんですよ、でここはヘビー級ってくくりで100キロと150キロさせられたまらんて、まあ、うん、そらそうやん、他のだって他の人がどうのこうの言うねんから、ちゃんとやっぱ体重合わせてもらえんかったら、多分みんなの声的にはキングとノッコンやれっていうのをゆくゆく絶対すぐに言われるよ、そうですね、うん、そこはほんまよくよく考えて、うん、いい時にやっぱやった方がいい、はい、あ強いぞあれは、でもちょっと練習して、うん、大きくなってな、ね、キングを横つけて、はい、キング大きくなったら怖いで、150とかやったらノッコンとやるんやったら125ぐらいな、お互いキングは25キロ上げてノッコン25キロ落とすとかな、まあそうだとあいつも動けるけど、そうですね、吉永圭之介とジョリーどうやった、ぶっちゃけ僕的にまあ圭之介選手は勝てたんじゃないかなと思いました、いや俺もやね、俺も思ってて今日の今日まで、はい、俺今日の今日まで俺的にはオーディエンスと一緒で、いや吉永の勝ちやろ、はいはい、でまあぶっちゃけ思ってたんよ、うん、ただなんかジョリーとか結構自信持ってアンプも言うとったから、いや絶対俺的には圭之介やろって吉永やろって思って、ジョリーのなんかショート動画が上がってきて喋ってんの、試合をこう振り返ってんねんけど、吉永が突っ込んできた時にジョリーのこの左のなんじゃショートフックっぽいのが入って、あれ前一緒にボーン倒れてんねんけど、確かに吉永力抜けてんねん、そう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 、あれバーンって避けてそのままジョリーがこっち側に避けてたらそのまま多分倒れてるわ、あれは確かに実質ダウンみたいなもんやったから、あれ見たら確かにまあまあジョリーかとは思った、あとでしょ見て、うん、結構綺麗に入ってたで、もうあの何回もこう一緒になんかもつれて倒れてたやん、はい、だからジョリーがなんでこれ倒れてんかなって俺正直思ってて、見栄え的にもジョリー悪いと思ってて、あれしっかり入っとったわ、だそれもまた審査員よう見とるわ、おほんまにほんまに、でもちょっとこの敬意のかける煽り合いっていうのはどうなんやろうとは思う、まあそれは思うな、だってやっぱアコラは元の仲いいで、まあ、そのやりたくてやってるわけじゃないと思うねんけど、ほんまに関係が悪なってるんじゃないかなって見ててこう俺は思ったかな、なんか元々ある関係もすごい人間関係大事やん、大事やと思うわ、うん、だからなんぼでもこう強さで超えていったらいいと思うんだけど、ほんまに仲悪なっていったりとか、なんかほんまにガチのなんか変な風に行くのやったら、なんかほんまに良くない方向にブレーキングダウンも行くんじゃないのとは思うけどね、あとなんか何が面白かった試合、勾配2期とアウトサイダーの萩原選手、強かったですね、萩原選手
あれまあでも正直出会い頭にもらってしまったからもう一回やったら分からんけど、あの人かっこええな。かっこよかったですね、うん、あの男の人かっこええやん、はい、YouTube でこうなんかこう横田選手とかと坂上がったりとかしてんのもあんねん、沖縄で見た？見ました見ました、うん、あのかっこええよ、あの萩原さんっていうのは、まあ、これかっこええし、そうだね、いちいちこっちからなんか行けへんけど仲良くしてくださいって行かへんけど、俺はかけながらファンとして見てて、一視聴者見ててかっこええなと思う。住人力は強く買ってたんやんけ。おー俺らスイッコ見てから、おお行けとか言ってちょっと強くなってたぞ。結構手も出てたし。いやほんまにほんまに入ってたの。うん行ってたよ。俺あれ結構好きやね、あの近藤ひろやくんのお兄ちゃん。あうん近藤ゆうたね、ゆうた、うん、いやええ顔してるし、ほんまになんかやんちゃそうやし、なんか正直樋口って強いから、なんかほんまにこう負けるって分かってて MMA で俺らから見たら望んでいくのをなんかこうビビらんと速攻突っ込んでたやん。そうですね、うん、でまあ失神、まあ失神するのがいいってわけじゃないと思うけど、なんか俺は根性はすごいなって思ったかな。根性はすごかったっすなあ、はい、アンポお前いじめてたやんけ。ちょっとやばかったね、うん、強いな。やっぱめっちゃ強いっす。あれは強いわ、強いな。うん、お前ボコボコいっとったぞ。いやもうやばいっすね。もう途中でちょっともうやめたれよっていうところレベルまでいってたな。そうやな、あ強い。お前格闘技はあの本物です、いつも言うんですけど。教え方もうまそうやしな。一回ちょっと指導してもらえよ。そうですね、あれほんま教えるのうまいと思うで、ガチで。よろしくお願いします。ほんまにほんまに。あ、テルが出られへんかったんか。そうですね。お前サトルもどっか、お前なんかやるとか言ったのにどっか行ったやん。やりたかったんですけどね、正直。朝倉未来言うたぞ、まあ、本人が出たいっすよ。もう上が出さないかもしれませんけどね。言うてやん。出られへんかったらお前終わりやんけ。そうやな。なんかこれやりたいなと思うような選手おらんの？今は特に、まあ、やっぱヘビー級体重みんな合わないんで、まあ、とりあえずひな壇座って、まあ、向かってくる人誰かおったらなっていう感じですね。いやいやめちゃめちゃ来るで、言っとくけど、うん、めちゃくちゃみんなそれは名前あげたいから。それはそれで、うん、それなりの相手じゃなかったらキングも受けたかな。はい、次いつだ。次はまだ決まってないですね。次は8なんで、7.5が多分間に挟まれるんじゃないですかね。なんかでも朝倉がなんか言うたやん、なんか5月、なんか8000人か1万人ぐらい出て、はい、出てましたね。あれでも最近の会場でもあれ1万人ぐらいやるんじゃん。出るかもしれんな。あれでかかったね。でかいでかい。もうその辺のちょっとしたもうほんまに K1 とかと変わりへん。ほんまにほんまにめっちゃしっかりしてた。まあでもね、キングのことを応援してくれてる人とか、応援しますって言ってくれてる人とか、試合終わった後に勝利者賞とか言ってこうキングにお金くれたりとかね、あのご飯をこうやってくれたりとか、そうしてるくれてる人とか、ほんまありがとうございます。ほんまにありがとうございます。ほんまにキングも当たり前やと思わずに、はい、よりちょっと強くなることで応援してほしいし、まあ、キングのことみんなあの仲間とかで応援してくれてる人おると思うんですけど、まあ応援女ばっかりいかんと、練習しろとちょっと強く言ってください。もう聞いてたらこっちが練習やんどんなばっかり言ってますから。でこいつやばかったんが、あのブレイキングダウンの会場で試合終わった後ちょっといろんな人が挨拶にとって、うん、ほんでいろんなこうなんかこうまあおっさんとかですよな、おばちゃんがこうあーとか言ったらなんか結構冷たいね、うん、でもなんか若い女の子2人組がまだキングに喋りかけてないのに、2人が喋りながらうわうわとか言ってんねやん、うん、自分からなんか喋りかけに行ってたからなんかみたいな。え、試合じゃなかった？いや、そうやねん。こいつ試合かなと思ったんですけど、違うかったですね。こいつまだキングさんですよね言われてないのに、とか言って言うてんねや。こいつやばい、どんだけ好きやねんお前。だからいっぱい DM 来るんか。まあ、やっぱちょこちょこ来てるんですけど、そんな、なんていうんですかね、誰にでもこう男にはなりたくない。行く行く、お前は行くよ。お前はこいつほんまみんな気ぃつけてくださいね、ほんまに。女性の方々ほんまにハンターですから、ハンター。まあでもね、まあ近々大物 YouTuber との、ね、コラボも決まったから、そこであまりここでいっぱい喋りすぎずに、ちょっとそこでまたいろんなこれからの展望とかそんなことをキングに喋ってもらったらなと思うんで、
キングのインスタとツイッター、またあの概要欄貼っとくんで、また皆さん応援してあげてください。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。